はい、今回はですね、長沼町にある舞鶴遊水地の方に寄ってみました。今回ですね、ここに何で来たかというとですね、ここではですね、以前に鶴の繁殖がですね、成功していて、鶴がですね、こちらの方で生息しているということで、もしかしたら鶴見れるんじゃないかなと思って来てみました。このようなプレハブ小屋ですね、展望場ありまして、入り口はですね、建物の横の方にこのような形でありますので、こちらの方から入ってください。で、あとですね、野鳥を見るときはですね、こう、うるさくしないで静かに見てくださいということですので、静かにですね、この辺りで見るといいと思います。建物の中ですね、このような感じでガラス張りになっているので、すごく明るくて綺麗な空間でした。こちらの方にはですね、いくつかですけれども、椅子も置いてあって、ゆっくりと この辺りですね、観察できるのがすごくいいです。で、タンチョウが来てるということで、タンチョウのですね、写真なんかもですね、飾っておりました。このような感じで、タンチョウも見えるそうなんですけども、今回私が来た時はですね、残念ながらタンチョウをですね、見ることはできませんでした。基本的にはですね、あまりタンチョウですね、見ることできないようなんですけれども、時々ですね、飛んでる姿なんか見れることもあるようですので、何回かですね、こう、時期変えながら来てみて、もしタンチョウ見れたらラッキーだなぐらいで来るといいかなと思いました。で、ここの場所ですね、季節ごとにいろんなですね、鳥も来ますので、バードウォッチングするのにもですね、すごく良さそうな場所です。双眼鏡などですね、持ってきてですね、じっくり見るとですね、いいかなと思います。建物の中ですね、このような形で鳥のですね、写真と名前を書いたパネルがですね、ありますので、こちらの方を確認しながらですね、実際に双眼鏡なんか使ったりして、鳥を見てですね、この鳥はどの種類かなとか、観察するのがですね、楽しめるんじゃないかなと思います。今回見た鳥なんですけれども、白鳥はですね、いました。鳴いてる声がですね、白鳥の鳴き声聞こえたので、ここにいるなっていうのは分かりました。あと少し小さめの鳥いたので、カモだったりヒシクイだったりマガンだったりですね、その辺がですね、この辺りでちょっと休んでるのかなと思います。ちょうどこの時期はですね、白鳥がですね、空飛んでいて、長沼方面もですね、結構いろんなところで白鳥、畑のところで休んでたりするので、この辺りですね、結構白鳥を見るいいポイントなんじゃないかなとも思います。私はですね、結構よく苫小牧の方をですね、ウトナイ湖近辺でも白鳥よく見れるので、そちらの方で見たりもしています。今回来た時はですね、少し花もあったりしてですね、もう枯れかけのものが多かったですけども、ちょっと花なんかもあったりして良かったです。ちなみに隣に流れている川ですね、こちらがですね、ケヌフチ川という川になります。このようにですね、ここの長沼町にある舞鶴遊水地ですね、鶴を見れる可能性もありますし、綺麗なですね、こういった自然の景色の中でゆっくりできますので、ちょっとですね、自然見ながらリラックスしたいなという時に、バードウォッチングしながらですね、寄ってみるのもいいと思います。